って人、口がうまい。目的はわからないけど、ケーゲンは正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず知ってる事実だけを言えばいいかな。じゃあ早速始めるわね。請求列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らない。ラフの他にもこの宇宙には性格に侵食された世界がたくさんある。前に列車が止まったヤリーロ6もそうだった。性格はレールを塞ぎ、跳躍のリスクを高めることがある。だから性格が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分。性格の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、報告書では薬王秘伝の回収単数についても触れられてる。彼女は横島な一階の単視長に過ぎない単数がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、彼女はホークの戦争で親友を亡くしたらしくて、純子を憎んでた。だから先週に復讐したくて、探偵してずっと準備して。復讐、それもまた純子の一つね。でもそれはあくまで動機に過ぎない。それについては単数に聞くべきじゃないのか。残念だけど単数はもう死んでるの。屍も灰になっちゃったから手がかりがまた一つ減ったわね。よろしい。二人の答えを聞く限り、全ての問題に説明がつくわね。私からの質問はこれで終わりよ。それで秘書将軍はどう考える？報告書の疑問点は解消されたのか？二人の七死人は正直に答えてくれた。まだ説明のつかない部分もあるけど、私の直感ではこれで十分。でもさっき尋ねた三つの質問は七死人だけじゃなく、ケーゲン将軍に対してのものでもあるの。一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。それすなわち職務怠慢。二つ、性格ハンターの言い分を鵜呑み。三つ、剣木の災いの後。天劇将軍、それはお前さんの考えか。最初に言ったでしょ、私が尋ねることは必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、性格ハンターの予言は私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として炎武天霊については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に天気でもある。さすがは新作将軍。でも残念だけど、報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び交ってるの。では秘書将軍はどう考えて。同じ天将としてこの座につくことがいかに難しいかは、私にとって遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こった妖精が最近直面した問題のように。それはつまり妖精も。請求軍の石膏からホリジンがまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い、併合してより大きな両軍を形成していってる。もの？
送られてきた情報によると、それは堀人じゃない。長生の主の使者を自称する女で、12の顔、12対の牙を持ち、猛毒のように残酷。元老か。ええ、来たのが私でよかったわね。もし仁明将軍や重刀将軍だったら、ここまで友好的な会話は、私は直感を信じてるから、あなたたちのような正々堂々とした義経を。師匠将軍、軽減将軍なら分かってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら、私が代わりに務めてあげる。それを得るために拘束するんじゃなくて合教代を。俺は構わないが。素晴らしい。分かった。あと天劇将軍は、ええ、風霊は古族の旧敵だからな。風霊の身柄の引き渡しについては